はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。マサル様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。12月29日メール党員様忘年会定員に達しましたので募集を締め切らせていただきます。今回ご参加できなかった皆様、またの機会によろしくお願いいたします。今後もメール党員様限定イベントは継続開催してまいりますので、まあご都合は合わなかった、なんて方はまたの機会にご参加をよろしくお願いいたします。日本の女性の社会的地位が低いのになぜ世界一の寿命なのか、世界の研究者たちが不思議がっている、という記事が見かけました。世論です。前提が間違っている。寿命が長いのは明らかな事実なんだから、地位が低いっていうのを疑ってみるのが科学的アプローチだぞ。日本の女性の社会的地位は高い。外国人は日本の奥さんが旦那の収入を全部管理していることを知らないって、朝日の記事でした。騙されるとこだった。日本人女性の地位は低いって言いたいだけだろ、でそういうことにしたいだけだろ、でね、あの女性を支援しなければなんつって無駄な事業を作ってですね、公金中中に噛みたいだけだろ、日本人女性は世界一幸福だから世界一長生き、これが結論ですよね。まあ個人差あるけどさ、幸せでない女性はいないとは言いませんけれども、幸福でない女性、いないとは言いませんけれども、個人差ありますけれども、まあこれが結論ですよね。外国だとですね、自分の収入を奥さんに教えてない男っていうのもたくさんいるし、給料そっくり奥さんに渡して、その中からね、小遣いもらってんのは日本人だけですからね。超女性の地位が高いですよ、日本は。最高神アマテラスも女神ですしね。他の国に、最高神が女神っていう国、他の国ありますか？私知らないんだけどな。最高神が女神あります？もしここがそうだよっていう国やったらコメントで教えてください。清和会議員からの裏金領収書を困るからいらないと拒否していた、困る金だって認識してたってことだよね。収支報告に記載すんなと指示も出して、いた模様であります。清和会が、清和会の誰だろう、幹部議員なのか、専属の職員、まあ、事務局なのか分かんないですけれども、困る金議員がまあ100万円受け取った、100万円の領収書を書きました、いらねえ、断ったって話ですね。世論です。信頼回復のため火だるまになって取り組む。検察って捜査過程の情報をこんなにたやすく流すのか。まあこれ流してですね、捜査を有利に、進めよう。あとは流してももう差し支えねえわ、証拠全部押さえたから、みたいな場合は流すんでしょうね。こいつらはもう守られず、淘汰されていくんだろう。会計帳簿の備え付け違反、不記載、虚偽記載は3年以下の禁錮または50万円以下の罰金。清和会解体フラグ、これもう反社会的勢力だろう。議員の公民権停止は厳しいね。派閥の事務局にせいにするなよ。誰が逮捕されんかな。中抜きというか横領というか脱税ですわね。これで分かったのは議員側も困る金って知ってたってこと、まあ、派閥側も議員側も困る金って知ってたってことですよね。政治の文化と思っていたは真っ赤な嘘ということに、派閥に支持されそんなもんかと思っていたもう真っ赤な嘘っていうことに、派閥から議員に金を渡してもその議員の収支報告に収入として記載されていたら何も問題がなかったのに、ここまで派閥が不記載にこだわる理由が全然わかんないですね。少なくとも派閥は得はないように見えんだけど、これ派閥にも得がないし職員にも得がないように見えるが、あるとすればね、職員も横領していた、一部を我が物としてですね、全体を闇の金にすることで派閥議員から追及できないようにした、バレないようにした。当時は結構当たってると思うんですけど、派閥の事務局職員が横領していた、
つまんでいた、中抜きしていた。で、それバレないように全体を、余剰金の全体をダークな金として追及させないようにした。議員が直接連れてきた秘書じゃなくて、清和会からあてがわれた秘書が不記載の手法を広めてたんだって。これ指示してたっていう、指導してたっていうのかな。世論です。はいはい、秘書のせい、秘書のせい、文句は秘書に家式、まさかの責任転嫁、民間企業では部下のやらかしの責任は取らなくてはならない。いや、議員が金もらってたんだからアウトだろ。すべて秘書の一人にできることじゃないだろ。外国人がパーティー券をたくさん買ってる方が問題と。犯罪で得た利益と知りつつその一部をもらってたっていうのは共同正犯になりますね。秘書が正犯とすればですね、困るからいらない、困る金と知りつつもらすさ、議員は共犯ですね。とてもじゃないですけど秘書のせいにして罪逃れられないですね。時落ち県もですね、地方検事をかき集めて本気みたいだし、何人か捕まりそうですねこれね。16日昨日、清和会中堅議員、名前は出ていませんでした。悪意を持って裏金を作っていない、地元支持者に理解を求めた、いうことなんですけれども、世論です。結局誰の支持なん？犯罪者はみんなそう言います。裏金自体が悪なんじゃ、そんなら善意の裏金ってなんやねん。悪気なく平気で犯罪を犯すのか。綺麗な裏金ってなんぞ。逆に怖いわ、サイコパスかよ。まあ何も感じずね、悪意なく悪さをするっていうのは逆に怖いって話なんですけど、地元支援者はこれで納得したのかな？してないんじゃないの？悪気はありませんでした。許されない。つい出来心で許されない。蹴るつもりはなかった。許されないですね。逆に心証悪くしてないかな。悪気なく犯罪ってサイコパスやんけ。捜査中なので滅多なこと言えませんってなんで言えないんだろう。政治センスねえからもう議員やめろ。日本の政治家はですね、もっとね、ノーコメントをうまーく使いこなすべきだよな。会見について各党の選挙公約、自民党議論を続ける。まあ、ふわっとしてますね。公明、同情、共産、一言一句変えさせない。聖書かコーランならわかるんですけど、お経とかね。だから九条教って言われちゃうんだよな。立憲、自民党に反対するが、公約。会見の公約。建設的の真逆なんですけど、立憲支持者はこんなんでいいんだ。ちょろいね、なんか。夕刊フジ、メディアが野党の政策を報道しないのは、実現不可能すぎて伝える価値がないから。って悪口言ってやりました。世論です。ないものは報道できないだろう。与党の政策って、だって伝えてない。与党の政策だって伝えてないだろう。メディアが仕事してないから気がついたらこんな法律できてましたってことも多い。まあLGBT なんかは急でしたよね。何も仕事しなくても忙しい議員と同じ給料もらえるんだから頑張るわけがない。そら野党の政策を報道したらもっと支持率下がるからや。立憲はが何をどうしたいかわけわかんねえ。自民党の反対したいんじゃないか。 LGBT とかだろ、どうでもいいことしかやらない野党。真実伝えたら誰も支持しないわ。いやー、バカ政策ばっかで報道したらむしろ支持率下がっからでしょうね。NHK 労組、民放労連は立憲支持を公言してる。ホームページにも載ってる。全力でかばってんでしょうね。それに立憲内での政策議論は禁止されてます。理由はですね、全員バカで幼稚で、パヨばっかで、俺の言うこと聞けってやつばっかで、話まとまんねえから。で、分裂するから。この危険性を見破った小沢一郎が禁止したんだね。立憲党内の政策議論禁止と。だから選挙公約もですね、LGBT だの、ジェンダーだの、当たり障りない、ふわっとしたものしか打ち出せてないですね。5から10に消費税増税したのは野田政権だから、減税も公約にできない八方塞がですね。支持率回復は絶望的なんですけど、維新が最大野党になって影が薄くなるから大丈夫。何がだって話なんですけどね。その他のニュース、東京地検特捜部、清和会の裏金は直近5年間で10億円超えそうですな。私の資産だと年間中抜き額は約3億円ですね。専属職員と議員が美味しくいただいたという感じで、まあ99人という規模からするとですね、51人の宏池会が2億弱集めてから99人ほぼ倍だから4億弱ないとおかしい
ですけれども、9500万円しか申告してない。だから3億円中抜き、75% 中抜き、中抜きの方が多いっつ。林官房長官、早速仕事の記者会見、トリガー条項について引き続き適切に対応。何がで、どうなったらこうするとか、もうちょっと詳しく言えよな。仕事してるって言えんのか、これ。3年間で2000万円の裏金報道があった宏池会。岸田総理、予定されてた地元の昼食会をキャンセル。昼飯なのに参加費2万円。そもそも影響力が大きいね。大臣クラスの個人パーティーは、規制されてなかったっけ？小野寺逸則さんね、金欠で、防衛大臣続けられなかったんじゃなかったっけ。大臣は、大臣やってる間はパーティーやれないから金欠になっちゃって、大臣辞めさせてくれって、じゃなかったっけ。大臣はダメだけど総理大臣はいいとかありえないでしょ。総理大臣の方が影響力大きいんだからさ。介護疲れや将来の絶望で家族間殺人や無理心中事件が直近10年で437件。ネットではね、安楽死認めて、意見が多数でありました。自分の意思で自分の人生を終了させる権利が認められるのは、まあ、選択肢が増えるっていうことで、いいのでは、まあ、自殺という手もありますけどね。抵抗勢力は延命で儲かる医療業界かな。移民難民流入に悩むオランダ議会に、EU 離脱動議が出され承認されました。まあ、動議が承認されました。可決成立ではない。イギリスに続いてですね、離脱すんのかな EU。 理由もですね、イギリスと全く同じ、EU にいる限り移民難民拒否できねえからっていう話。大事なことは EU 議会が決めて、自分らが決めらんない、オランダ議会が決めらんないなんて主権放棄ですもんね、これね。もちろん EU 議会にオランダから議員は送れんですけど、まあまあ大事なことは EU 議会に決めるから俺は知らねえ。おかしいよな、そういえば EU というそのもの成り立ちに、したら連邦国家じゃん。アメリカ合衆国連邦みたいな連邦国家。中国共産党、我が国経済衰退中とか中国経済終了とか SNS に書いたら逮捕する。これは経済相当悪いですよね。バラしてどうすんだ。黙らせることはできてもですね、事実は変わんないのにバカですね。そんなエネルギーあったらですね、経済少しでも良くする方向に使えばいいのに、こんなんでなんでね、邪道ばっかり頑張ったのか、賄賂ばっかり頑張るとかね、永遠に先進国になれませんね、これね。態度改めずにそのまま邪道に邁進してなさいって話。ロシア政府、敵対的な日本政府とは領土問題の交渉は不可能だなんてほざいてるんですけど、買い付きなんか全くねえくせにね。初めっから負け犬ロシアにそう言われても痛くも痒くもないですね。有毒ガスが発生し立ち入り禁止になってたフィリピンのサウナに韓国人観光客2名が侵入し死亡。笑ってる場合じゃないな。外国で勝手なまねすっからだよ。立ち入り禁止の札見えねえのかという話ですね。まあ自業自得ということで、というわけで、メール投稿さん大募集中であります。動画説明欄もっと見るをクリックしてそちらからご登録ください。毎日届くメールを読むだけでですね、賢くなる、知識が増える、その知識でもって周りにマウントを取れるといういいことずくめの、やらしいですね。やらしい目的のために、そそのかしておりますけれども、メール投稿様大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。